とりあえずシクロに塗って帰りたいと。交渉の結果、100円ぐらいで。私の映像シミュレーション、ちょっとここはちょっと遠いから。タクシー。バンドか3万ぐらい。100円前後で、うんぬんだらしい。あと、ね、まあちょっと遠いかな。して保証してうまくドライと結構ぼったくりもあるので気をつけましょう。直進してきた。風景悪いよね。でね、そこの、 あの地域ってのは非常に外国人が多い場所で、ホテルとかね、お土産屋も多いし、あと飲食店も多いから、そういう地域だ。そうか。ああいうね、バスが乗ったことあるけど、あれはあれで、意外と楽しい。もうだいぶ来ちゃう。結構ある。もう空いてんの。日曜日だから、まあ雨降りそうだけどな。そう、バス停で。バス停。そう、スーパーハヌイ。そこは銀行がある。なんか店閉まってるな。ここもどう使ってる。このスーパーも、もう毎日大渋滞。時間も今昼間ある。ほら、追い越されてる。普段は、全体の市場から家に帰るじゃない。アンドバスで、27番と。このスーパーが大逃げやる。
は顔顔たんと。警察が。ホテル。カラオケ場に行ってる食堂とか、ね、雨が来て今食堂はね、はい、そこまで掘ってる。ここはね映画館があったんだけどなぜか潰れてしまう。ここはね、グエンディン中道です。クセ屋がいっぱいある。南下を連続があって、こんにちは。次は左に曲がってくる。次のコースで。そこ幼稚園。ね、そこまでお寺なの。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやいや。左。はい。やりやん。そこ、ここなんだよ。はいはいはい。はい。右下か。お寺。はい、到着。遠い、ここ、ただいま。